は連携面はそうなんだがスピード感がより増したように感じるというように話しています。鈴木優真から名護折り返し、鈴木見事なゴールが決まりました。連動して動いた結果ですよね。自分の前にボールがこぼれましたよね。まあ、それにしてもペナルティーエリアの外ですよね。そこで力まず、まあ、かなりインサイドに近いインフロントだと思いますけど、よくコースを狙ったね、素晴らしいゴールになりました。曇り、鈴木優真のヘディングでした。コーナーキック、そしてピッチカも追い越していく。まずは柿田、いいですね、ナイストラップだ。運ぶ、右足、サイドネットです。間違いなくストロングです。中村斗也から胸トラップ、宮沢フェイント入れて浅野、もう一人かす、左足、ナイスブロック、関川ブロック。一度二度としましたけれども、素晴らしい攻撃になりましたね。はい、ただここで上田選手がね、一度、まあ、倒れてしまうんですけど、そこのカバーに行った杉谷選手が早かったですね。素晴らしいナイスカバーでした。いやー、それにしても浅野選手ね、見えてます、切れてますね。札幌も全員が自陣に戻っています。いつかニアサイド通してきた、ありますよ、仲間孫悠コースを切った、菅外に追いやっていく、広瀬のディフェンス、さあマッチアップ縦に行く、中2人折り返すさない、広瀬ショートコーナー、はいね、金子かわした、右利き足振り抜いた、ここも鈴木優真、ここで知念の守備、そして鈴木優真菅もサポートに行きますが、小柏は出す、関川は読んでいた、少しね、あんな準備は時間かかったよね。あ、知念が狙っている、奪った、鈴木優真、なんとか足を出した、孫悠まだある、木口左足、キーパーまだある、キーパーへのボール出た、こぼれ球、小林よくパンチングしました。早川裏に抜けてきた、ルーカス・ペルナンデス、ダイレクトボール、攻撃を作ります。浅野に対してのスライディング、広瀬の守備、菅が長いボール、競り合ったこぼれ球はピッチカが反応しています。いや、いいカバーしましたね、ピッチカ選手ね、はい、残しているか、あったスペースありますよ、サイドところ知念だ、キーパーと1対1、運んでいく、浮かした、ゴールの左に倒れ込んでしまった知念、菅のクリアです。ここも知念シュートを打つ、クソニュー、福森、小柏対関川、体を入れた小柏、ただ関川足出す、いやいいディフェンスですね、そうですね、ここで試合終了、土井もガッツポーズを見せ、今